今回は日本の陸上自衛隊が新たに導入する次期装輪装甲車パトリア AMV の紹介です。2022年12月日本の防衛省は陸上自衛隊向けの次期装輪装甲車としてフィンランドのパトリア AMV を採用することに決定しました。ライセンス生産を行うのは日本製鋼所。さて、この装輪装甲車 AMV とはどのような車両なのか。フィンランドのパトリア社が開発した軍用多目的装輪装甲車。 AMV とはアーマードモジュラービークル、装甲モジュラー車両の略です。この車両はフィンランド陸軍の装甲兵員輸送車の後継車両として1996年から開発が開始されました。8輪、6輪、そして10輪タイプも試作されたものの、10輪は後に中止。2003年には量産が開始されました。大きな特徴はその名の通り車両がモジュラー構造であることです。任務によって組み替え可能な車体、砲塔、兵装、センサー、通信システムなどを自由に組み合わせることができます。そのため同じ車両で様々な派生型を作ることが容易にできます。その他の特徴として高い機動力と防御力。防御力では車体が非常に頑丈にできていて地雷や被弾に強いです。防弾対地雷能力はレベル4以上。前面装甲は口径30ミリの鉄鋼弾に耐えられます。機動力では時速100キロ以上、不整地でも高速で走行可能です。そして水陸両用能力も。車体後部の左右にスクリューがあり、最大時速10キロで水上航行が可能です。乗員数は3名の他に12名の兵員を収容可能。車体後部の兵員室には向かい合わせの座席が配置されています。自衛隊が採用したのは2013年に開発された改良モデル XP では2種類のモデルがあり、基本型とハイルーフ型があります。様々な使い方ができ、人員を運ぶ車両、装甲兵員輸送車などをはじめ指揮車両や救急車両として、
さらに重火力の車両として、ハイルーフ型では天井が高くなっているため救急車両や作業車両として使いやすくなっています。またホイールベースが長いタイプもあります。現在自衛隊が運用している96式双輪装甲車の後継として導入される計画です。日本では同タイミングで2種類の装甲車を新規導入しています。今回の次期双輪装甲車と共通戦術双輪車、共通戦術双輪車の方は三菱重工 MAV が採用されました。次期双輪装甲車の方は計画当初、日本のメーカー小松製作所が開発していたものの要件を満たすことができずに開発中止。その後、三菱重工、パトリア、ゼネラルダイナミクスの3社で競合し、最終的にパトリアに決定されました。基本性能、コストの面で優れているという理由で選定されましたが、この AMV は多くの国で採用されており、アフガニスタンなど実戦での使用実績があり、運用国からも高い評価を得ています。 AMV の調達数について日本の防衛省は、2023年度予算では29両を約232億円で要求、2026年度から配備開始、今後5年間で約140両調達する計画のようです。これまでの採用国はこちら、アメリカでは似たような車両として M1126 ストライカー装甲車を運用しています。双輪装甲車ストライカーファミリーを運用するストライカー旅団戦闘団は、世界中のどこへでも96時間以内に緊急展開させることが可能な戦闘車両部隊です。高い機動力、火力、防御力、輸送性とアメリカ軍にとって重要な車両の一つです。これほど優れた性能を持っている AMV、 アメリカでは採用されなかったのか。実は採用されそうになった過去があります。アメリカ海兵隊は10年以上前、新たな装甲兵員輸送車として MPC という開発プログラムを進めていました。2007年、パトリアとロッキードマーティンは AMV をベースに MPC 車両を作り、2012年には海兵隊と開発契約を結んでいます。しかし2013年、プログラムは中止、あともう一歩というところでキャンセルとなってしまいました。またウクライナでは昨年 AMV をポーランドに100台発注しており、今後ロシアとの戦闘に投入されると見られています。現代における複雑で多種多様な脅威に対抗するためには、いかに柔軟性があるかが重要となってきます。機動性、防御力、火力、さらに任務に応じて自由自在に組み替えることができる車両 AMV、 車両を統一することで訓練やメンテナンス、搭載兵器などコストや効率が良くなるメリットもあります。アメリカ陸軍のストライカーシリーズも日々進化し続けており、最近では最新型ストライカーMCWS が注目されています。これは 30mm 機関砲が搭載された無人砲塔ストライカードラグーンを再設計したもので、機動性が向上しています。
その他にも指向性エネルギー兵器であるレーザー兵器を搭載したストライカー車両も先日プロトタイプが完成、配備されたばかり。戦車よりも軽量、安価、高機動、ハンビーよりも高い火力、防御力、そんな中間的な存在である装輪装甲車は様々な部隊で需要があり、だからこそ AMV のような万能性、柔軟性が求められています。